はい、これでなんかちっちゃいものを考えましょう。はい、皆さん、おはようございます。セノンです。はい、今日も元気に編んでいこうと思います。はい、今日ですね、何作ろうかなーって考えてて、まあ、ちょっと前から、まあ、ちっちゃいブローチ欲しいなと思ってたんですね。カバンとかにピッてつける。で、ブローチ欲しいから作ろうかなと思うんですけど、まあ、なんせ材料がね、まあ、あまり言うと今見てたんですけど、そんなにこう、お、これはっていう意図がなく、どうすっかなーって今悩んでいるところなんですけれど、まあ、とりあえず、大雑把な形というかですね、まあ、今回ブローチ、こういう四角いブローチにしようと思うんですけれど、ほぼほぼこれが原寸大みたいな。こう、もうちょい大きいぐらいかな。まあまあ、そんなに大きなものも作る気もないので、四角い土台に、まあちっちゃいお花ですね。で、ピンクとか青よりは黄色と、ちょっと、なんていうの、紺に合う黄色と水色と、あとこのキラキラですね。キラキラ入った細い糸を、これはね、これは麻ですね。リネンかな？麻の紐、まあ紐っていうか糸と、こう、揃えて、引き揃えて、お花、ちっちゃい小花を編んで、それをこう、なんていうの、こういう、私、センスないんだよな。センスない、センス誰かセンスくださいって感じなんですけど、こういう感じで、ちょっと、小花を散りばめて、で、なんならこうビーズとかも縫い付けて、みたいな、こういう四角いブローチを作ろうかなと思います。で、土台なんですけれども、これですね、枕目ヤーン。枕目ヤーンならしっかりしてるし、ええかっていうね。ただただそれだけなんですけれど、今日はこの枕目ヤーンの余り糸ですね、ほんと少ないんですけど、これ使って、で、土台を、四角い土台を作っていけたらなと思います。で、四角い土台ってどうやって作るって言ったら、まあ当然こう編んでいく。往復編みして編んでいくパターンと、真ん中からね、真ん中から四角く編んでいくパターンがあると思うんですけれど、どっちがいいかな？どっちにする？このこう往復編みをして2倍ですね。2倍の往復編みをして、こうパタンと折って2枚重ねみたいな感じで縁をかがってしまった方が早いかな。ね、適当でしょ？適当に合わせていただきます。で、これ何号ぐらいかな？5号か6号ぐらいで編めると思うので、5号ぐらいにします。悩む。で、最初、平面編みをするのであれば、一番最初ですね。一番最初はちょっと太めの糸だから、ちょっとこれ、6号針で編もうかなと思います。一番最初、鎖編みで、1、2、3、4、5、6、7、8、8ぐらいでいいかな？ 8 目ぐらい。8目ぐらい編んだら、はい、針を変えて、5号針に変えます。で、鎖編み1つして、はい、後ろのですね、裏山を今回拾おうと思います。裏山を、もうピントが合わない。裏山を拾って、細編み。まあ、土台なので、細編みです。土台なので細編み。いや、このね、鎖編み拾って編むっていうのが一番めんどくさいですよね。この編み物というか、この始まりとしては一番めんどくさいんですけど、一番こう、何を置いても始まりなところなので、苦しいかもしれませんが、ここは頑張っていくと。このぐらい。ほんとちっちゃいです。ちっちゃい感じにしようと思います。これをくるりん。鎖編み一つしてくるりんして、根元に細編み。
はい、目を拾って細編み、これでちょっと長く編もうかな。何段ぐらいかな。でこれに二重にね、要するに2つに折って、ね、周りを編むじゃないですか。そしたら多分分厚っていう、うわ分厚っていうしっかりしたものになると思いますが、中にこう厚紙入れるとか一切いらないぐらい分厚っていうものになると思います。編んでいかなきゃいけないです。はい、一番最初のね、鎖編みを一つぐらい大きい号数で編んだので、まあ外側、このね、今編んでる細編みの幅と大体同じぐらいの幅。一番最初にね、同じ号数5号針でもし鎖編み編んでしまってたら、多分ここの最初の鎖編みだけキュッとちっちゃくなってたと思うんですよね。じゃあちょっとそれを防止するために、始まりは6号針で編んでおります。いや、こういうやっぱりちっちゃいアクセサリーね、何個も作ってね、こう大物をいっぱい作って、こうフリーマーケットとか出るのって大変じゃないですか、やっぱり。だったらこういうちっちゃい小物をいっぱい作って数で勝負だ、みたいな感じで、持って行ってもいいよねーと思いますけれど、最近やってないねーフリーマーケット行ってないねーって感じで、昔ほどなんかすごい頻繁にやってるイメージがないんですけど、今でもやってんですかね、頻繁に。なんか毎月月に3回はなんか近所のなんとかでどこどこでスーパーなんとかのどこどこでとかってフリマがいっぱい開催されてたと思うんですけど、この最近見てない。やっぱりコロナとかあって自粛ですよね。そういうイベント系が軒並みほらなくなったじゃないですか。で、そこからだよね。あんまり、まあ、やり始めてはいる。やってるとは思うんですけど、そこまで頻繁に聞かなくなったなぁと。ちょっと思ってます。まあ本気で私が探してないだけっていう話もあるんですけど、まあ私もそれこそ子供が幼稚園ぐらいの時ですかね、は出てましたね。うん、出てましたね。フリーマーケットに出店してた。そんな時期もございました。あれ大変なんですよね。ちっちゃい子連れて。まあ一応ちっちゃい子連れて行って、幼稚園児連れてって、こうピクニック気分でそこにいなさいで、みんなでこう、敷物敷いてね、ちびっ子たちはちびっ子たちで集まって、おやつ食べながら、だらだらとっていう感じでやってたんですけどね、8段ぐらいかな？1、2、3、4、5、6、7、8、8、8、8、8、9、9段ぐらい。はい、9段ぐらい編んで、このぐらいの大きさ。だからこれの倍ぐらい。かな。まあ10段ぐらい編んでもいいと思う。まあそこら辺も感覚でいかせていただきますけれど、うん、これの倍ぐらいの長さまで、よいしょ、編みましょう、編みましょう。で、これ2つに折ると、このぐらいのブローチも可愛いよね。ちっちゃいの。胸元とかにちょっとだけ。ちょっとだけこうピッてついてるのも可愛いよね。ここら辺にお花つけて。これも可愛いと思う。うん。あ、ちっちゃいのも可愛い。しかもこう、長方形とかも可愛いと思う。ちょっと心が揺れてきている今。あー、なるほど。なるほど。はい、じゃあ次回は長方形にしよう。みたいな。この枕目やんもいい加減買いに行かなきゃなーと思ってるんですけど。どうしよう。そう、今ね、夏糸の余りを見てて、いや、これはあまりにも足りないなと思い始めてて、どうする？ポチるか？手芸、近所の手芸屋さんを巡るか？百均ショップ行くか？っていう、今ね、悩んでおります。とりあえず今日、まあ、ちょっと今日ね、お天気もいいので、ゴールデンウィーク直前ですね。直前のお天気のいい日なので、まだね、すごい、今北海道にゴールデンウィークは観光客が押し寄せます。最後まで桜を見れる季節なので、まだね、ゴールデンウィークが。
だからね、桜見に観光客がね、本州から押し寄せるんですよ。まあ今海外からもめちゃめちゃ来てると思うんですけれど。なので、こう混雑する前に、ちょっと、100円ショップとかこう、散歩がてら、いろんなところ回って、まああと車も出すかな。車も出してお店回ってこようかなとも思います。で、ゴールデンウィークは、お家で。お家で、何やもっかなーっていうのをやろうかなと思っております。そうなのよ。旅行とかあんま行かないので、私自身は、旅行は大好きです。大好きです。大好きです。もともとね、ふらふらと、まあ、海外旅行とかあんま好きじゃないんですけれど、近場とか、日本国内で、それこそ若い時あれですね、鈍行と呼ばれる、各駅停車みたいな、安い交通費で、こう、行けるような。北海道で言うと、こうね、道東の方までとか、道北の方までとかね、道南の方までとか、ちんたらちんたら行くのが、道央からね、私もともと札幌住みなので、若い時は札幌に住んでおりましたので、札幌からね、乗って、田舎に行って、ですね。で、田舎のホテル、ちっちゃいビジネスホテル泊まってとかね、やっておりました。ちんたらちんたら旅が大好きで。だから、でもね、やっぱりね、昔、若かりし頃はね、体力もそんなになかったもので、なかなか本州までね、行けなかったのよ。行きたかったけど、行けなかったのよ。で、今ね、ちょっと娘が、次女の方が、本州の大学に行ったことによって、私、もしかして、のんびり向こうに旅ができるチャンスじゃねっては思ってるんですけど、お猫様いらっしゃるし、あんまり、その長期、だらだらとね、3泊も4泊も、旅をしてる場合でもないので、そこら辺はですね、どうしようかなと今悩んでおります。ね、ちょっと今長女がまだ家にいてくれてる最中なので、それも今年来年から長女もね就職して、本州に行くので、その前にですねふらりもうふらりババア旅、ババア一人旅かなんかにをやってみようかなとは思っております。はい、そうこうしてるうちに雨ましたね雨ましたね。どのぐらいだ、20段ぐらいは編みました。編みました。これを2つに折ってですね、土台としたいと思います。それでですね、どうしようかな。一応これを2つ土台として編むんですけど、こう、お花とかね、今ちっちゃいモチーフをいっぱい作って、ここにわーっと、こう、乗せて、ビーズとかも縫い付けてキラキラっとした状態にしたいんですけど、2つ合わせちゃったら大変なの。この状態のままこの片側だけ飾り付けて、でそっからこうね、こっちにはブローチの金具をつけた状態で2つ合わせて縫った方がいいかなと思うので、このままにしましょうということで、はい。じゃあ今日はこのぐらいちゃちゃっと、本日は土台編でございます。土台編でございます。いいね、マクラメヤーンでこのブローチ系作るの、なんか私今、ググッと来ております。というわけで、このマクラメヤーンを買い求めるために、ちょっと、100円ショップだっけこれ。私どこで買ったのかすらね、記憶が危なくなってきてるんですけど、ちょっと100円ショップ巡り行ってきましょう。はい、本日はもう簡単でございます。土台作りのために、このマクラメヤーンという糸ですね。もう伸びませんね。全然伸びない。硬い綿の糸なんですけど、紐に近い紐です。紐、マクラメの紐みたいな糸なんですけど、それを使いまして、まあ、往復編みで細編みを編んだだけでございます。で、鎖編み8目スタートしまして、この鎖編み部分は、かぎ針6号。で、編みました。で、本体のこっちの方は5号で編んでます。鎖編みの方がちょっとだけ大きいっていうね。うん、で、この最初ここですね。ここ、今回は裏山です。裏山拾って、
裏山拾って細編みということで、8目分ですね、8目分の細編みの往復編みをしていて20段編みました。20段編んだらこれを2つに折るとちょうどいい感じの四角ですね、正方形に近い感じになります。多分折り込み、ここの曲がるとこ含めのなので、8段ではなくてやっぱり10段ぐらい、ここら辺10段ぐらいですね、10段の20段にしました。で、ここからここにいろいろ可愛いものとかなんかつけてですね、ブローチの台にこれはしたいと思います。はい、というわけで本日はブローチをね作るための土台で枕目やんで作らせていただきました。ということで、次回からはちょっとお花ですね、お花の方を、まあ、いろんな糸、ちょっとこのキラキラを使いたいので、キラキラを使ってこのリネンの糸と合わせてキラキラさをどのぐらい目立つことができるかなとかね、いろいろ考えようかなと思います。で、ちょっと土台と同系色のレース糸も持ってきているので、ここら辺でちょっとさらっと作っていけたらいいかなと思っております。はい、というわけで本日は枕目編んで、本当は四角いブローチですね、正方形のブローチ目指すのに長方形編みましたということで、いや、この枕目編の編み心地がね、私ちょっと今私の中でちょっとブームが、私の中でマイブームとして来ておりますので、これ使って夏バッグとかいっぱい作っていけたらいいかなと思うので、これからちょっとお散歩がてら、まだね、花粉というか、いろんな要因で私の喉ガラガラしておりますけれども、マスクをして散歩しがてら、100円ショップとか巡ってこようかなと思っております。はい、それではまた次回ですね。次回も楽しく編んでいこうと思います。それではまた、じゃっ